ビデオダイアリー November 1st, 2020 by Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan。 ビデオ日誌2020年11月1日です。おはようございます。今日は生と死について考えてみたいと思います。その前にですね、去る2020年3月21日の午前中にですね、こんな事件が起きました。いつものようにですね、近くの医院へ行きました。その10日ほど前だったかな、何かの検査を受けましてね、その結果が出るということで、つまりその結果を聞きにその日に行ったわけです。で、その時にですね、私、まあ、その医院へ行く時はいつもそうなんですけども、医療ファイルをですね、全部って言いますか、そのファイルごと持って行きました。まあ、いろんなね、私の過去の病歴、いろんな経験ですよね、まあ、いろいろありました。まあ、そういうものがですね、すべてそのファイルに入っていました。で、もちろん保険証もですね、保険証もそれから高齢者手帳などなどですよね。ただ薬手帳とその医院の診察券は別でした。その薬手帳とその医院の診察券は同時にね、一緒に行きましたワイフが預かっていてくれたもんですから無事でした。で、その結果をですね、1枚はカラーページ、綺麗なね、カラーの、まあ、いわゆる検査結果表ですよね。で、もう1枚は、まあ、ドットプリンターで打ったような細かい、さらに細かい数値が書き込んである B4 台のですね、薄い紙でしたね。で、その2枚をもらって、そしてそれをファイルに入れてですね、医院の待合室で入れまして、そしてそれを家に持って帰ってきました。で、家に帰ってきてからですね、まあ、その結果を見ていたわけです。で、その時にですね、ワイフも同じ検査を受けましたので、ワイフの検査と両方ね、検査結果と並べてみて、あれこれあれこれ言い合っていました。で、その前にですね、前っていうか、そういう流れの中でですね、その検査結果をですね、私の家の台所のテーブルに置きました。で、透明のビニールがかかっていますのでね、その下にそのお互いの、ね、検査結果を入れて、そして、まあ、見比べようと、まあ、どこが、ね、違うかということを見比べようということをしていたわけです。その時に私はですね、医療ファイル、それ以外のね、医療、まあ、書類の入った医療ファイルをですね、歩いて2、3歩、まあ、台所と居間と、まあ、つながっているんですけどもね、大きな部屋で20畳ぐらいあるんですけども、その部屋の端、まあ、いわゆるテレビのあるモニターのね、ある部屋もテレビですよね、の横に小さな本箱があるんですけども、そこへ横にほぼ斜めって言いますか、ほぼいっぱいだったもんですから、斜めっぽくその本箱にぐいっと押して入れたのはしっかりと覚えてます。そしてまた台所のテーブルに座ってですね、あれこれあれこれワイフの検査結果と見比べながら言い合っていました。で、その時なんですよね、何かふっと、そのことはよく覚えてないんですけども、何かのことでふっと気になったもんですから、さらに過去の記録を見たいなと思ったんでしょうね、多分。で、私がですね、その台所のテーブルを立ってですね、そしてその本箱へ行きましたら、その本箱に入っていたはずのですね、医療ファイル、厚さがですね、結構厚かったんですよ。その医療ファイルを持って歩くときはですね、私いつも持って歩くノートパソコンを持ってはいかないわけですよね、まあ、両方だと重いということもありますし、まあ、かさばるということもありまして、で、まあ、結構厚いんですけどもね、重いんですよね。ですから、まあ、ノートパソコンぐらいの重さはあったと思います。それぐらい、まあ、分厚いものだったんですよね、まあ、いろんなものすべて、それからまた検査もいわゆるね、検査に、まあ、行かなければならないっていう、まあ、診察予約券なんかもその中に入っていたんですけども、そのファイルがですね、ファイルごと忽然と、まさに忽然と消えていたわけです。で、
それからですよね、頭の中いつものように混乱しました。確かに医院から持って帰った。車の中でそれを私の膝の上に抱いていた。そしてっていうのことを考えましてね、そしてその先ほど言いましたカラーのね、今回その時の検査結果と、それから B4 台のですね、薄いドットプリンターで打ったような数字だったんですけども、その検査表を出してですね、それをまあ出したということは、出したその出した瞬間を覚えてるんですよ。その指でね、そのファイルの中をまあ探っている様子がいまだに、今でもその時にしっかりと覚えてました。で、記憶っていうのはですね、まあ、本当に当てにならないと言いますか、他のことをいろいろ思い出そうとしたんですけども、あまりないんですよね。ただ、手の感触は2箇所で残っていました。一つは台所に座ってからですね、そのファイルを開いてますか、口を開けてですね、で指先で必要なね、その特にまあそこの先ほどね、その前にですね、医院の待合室で入れた資料などをですね、指先でパタ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 探した、その時の指の感触、それからファイルをですね、まあ、あの本箱に入れる時に本箱がほぼいっぱいなもんですから、ぐいっと斜めにして押し込んだ、その手の感触は覚えてるんですね。ですから間違いない、あったはずだ、消えたということで、もうその何て言いますかね、ありえぬことが起きますと大変、まあにまあ、不安になるんですね。やっぱり私の場合はね、もうそういうこと繰り返しが起きていたもんですから、まあ、いわゆる、まあ、自分でも理解できない、解せないことが、いわゆる、まあ、釈然としないことが起きたわけですからね。それで断続的にワイフと話しながら、おかしい、今ここにあったファイルがない、そんなことないでしょうってな感じで、お互いに会話を交わしながら断続的にあちこちを探したわけです。それがまあその日の午前中だったんですね。ところが午後になる前だと後だったか、まあ午後遅くても午後になって間もなくすぐですよね、ワイフとこんなことを話し合いました。どういうことかというとですね、もうこんなことを繰り返していても仕方ないと、つまり断続的にね、なおかしい、ちょっと探す、また元に椅子に座って、またおかしい、またちょっと探す、また戻っておかしい、ちょっと探すということを繰り返していてもね、仕方ないから結果を、結論をしっかり出そうということでですね、その後ですね、3、40分もっとかかったかもしれませんけども、こうなったらもう徹底的に探そうと、ないならないで結論を出そうということで、ワイフと2人でですね、その20畳の居間と台所を、まあ、隅から隅まで探す必要のないところまで探しました。それこそ台所ですから、食料庫もありますしね、それから食器棚もあります、それから絨毯の下もあります、本箱の後ろもあります、テレビの後ろもあります、戸棚もあります。そんなところに入れるはずがないんですけども、戸棚も探しました。もうとにかく徹底的に探しましたね。それからその本の間に挟まっているかもしれない、そんなことは絶対に入れないわけですからね、 2,3 センチもあるような分厚い医療ファイルですからね、しかも大きいわけですよね、普通の A4 の紙よりも一回り大きいわけですよね。ですからまあそれでもいわゆるも徹底的に探そうということで、時間をかけてもう徹底的に探しましたね。もうこれでもかこれでもかって、もうそれこそあの台所の下のね、食器洗い機の中まで探したような感じで探しましたね、がありませんでした。でその時にまあ探したこともあったんでしょうね。それから1週間ほどはですね、もうそのあたりを見るのも嫌になりましたね。その軽いトラウマができたんだろうと思います。そういうことがその2020年の3月21日の午前中に起きました。忽然と消えました。全く忽然と消えました。そして現在に至るまで出てきてません。でその後ね、あの保険証をなくした、あるいは高齢者手帳をなくしたとか、いろんな書類をなくしましたのでね、その診察予約券などもなくしましたので、まあ、そういった書類、いわゆる、まあ、保険証などはですね、再発行してもらったりということをしたわけです。それはまあ後日談ということになるわけですけどもね。でこの話をちょっとね、記憶に入れておいていただきたいなというふうに思います。今日の話とどういう関係があるかということは、もう少し先で皆さんに話したいと思います。で話はここで一度切ってですね、まあ、そうした事件が起きたということですね。そしてその翌月の4月14日にはですね、今ちょうど見ていただいているようなですね、まあ事件が起きるわけです、まあ、動画の背景に流しておきますけれども、4月14日にはですね、私がビデオダイルを作っているときにですね、その背景に、まあ、白い物体がですね、まあ、私は超小型の UFO と判断してますけれども、それが
約40分間にわたってですね、飛び回るという事件が起きたわけです。そして5月にワイフがですね、日にちはね、ワイフ覚えてないというか、ワイフがそう言ったんですけども、5月の、中頃だったですね、ワイフが台所でね、ぼんやりと、まあ、廊下の方を見てましたらね、その廊下をですね、同じものが全く、まあ、ワイフの家は全く同じものだって言ってますけども、ややもうちょっと大きかったかななんて言ってますけども、白いゴルフボール台の大きさのね、白い物体が廊下をですね、ふわ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 と火の玉のように飛んでいって、火の玉っていうか、そのふわ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 と、まあ、火の玉っていうのは私の今付け加えたんですけども、まあ、私は火の玉みたいだなというふうに思ったんですけどもね、それがその浮遊してるという事件が起きました。その時私はですね、その廊下の、まあ、台所から見て向かって左側の部屋で高校生にね、数学などを教えていました。その時だったんですよね。その廊下をですね、その物体が動き回るという事件が起きて、それからまあ細かい事件いろいろあったんですけども、まあ、何かと面倒だったということもあったんですけども、去る2020年の10月24日にはですね、再びビデオダイアリーを私のテレビも、まあ、モニターですね、パソコンモニターを背景にして撮っていた時にですね、その背後にですね、今度は戦場、あれ超小型の UFO が、まあ、そのビデオダイアリーの中に映り込むという事件が起きました。今ちょうどご覧いただいているのがですね、その超小型の UFO と私が判断したものです。これが埃でない証拠はですね、これが飛んだ後にですね、細かいね、光のパウダーが出るところに注意してください。そしてその周辺の空間がですね、もや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 と歪みますね。先ほどあのアメリカの、ね、ナショナル UFO ナショナルレポートセンターの方に、ね、この動画を送りました。そしてその下の方に、ね、そのどんな風でしたかという、いわゆる、まあ、その報告コーナーがありましたので見ましたら、ね、やっぱり、ね、筆頭にあるのはです、ね、UFO の飛ぶこれ特徴なんですけども、いわゆる、まあ、空間の歪みがあるというんですよね。その空間の歪みがありましたかという質問コーナーがありましたけれども、その空間の歪みというのがですね、つまりは本物の UFO と偽物の UFO を見分ける一つの基準になっているみたいですね。それを今日初めて知りました。ともかくも今のね、ご覧いただきましたその小型の UFO の周辺にはですね、空間の歪みと、でこれは今ご覧いただいているのは4月14日の UFO ですけれども、やっぱりその細かいその光のパウダーが後方に散っていくのが分かります。まあ、これがですね、いわゆるまあ UFO か UFO でないかを見分ける一つの基準になるんじゃないかと思います。まあ、いろんなね、小型の UFO の報告が YouTube の方にアップロードされてますけれども、そのいわゆるまあその UFO の周辺にね、 UFO 独特のまあ、空間の歪みがあるかないかということが一つの、まあ、本物か偽物かを見分ける基準になると思います。これはあの空中を飛ぶ大型の UFO についても同じということになるわけです。まあ、それがないからといってね、偽物ということにはなりませんけども、しかし、まあ、空間の歪みというのはですね、偽物か本物かを判断するために必要な、まあ、条件ということになるわけです。でさらにということになりますと、次の段階へ行くわけですけどもね、まあ、要するに、まあ、こうした UFO で疑うべきものはですね、まあ、ほこり、ゴミ、葉っぱ、虫、いろいろあるわけですけども、そういったものではないということが証明されなければ次のステップへ進めないわけですよね。しかし空間に歪みがある、そして光のパウダーがね、後方に散るということはですね、まあ、そのつまりはそういうものではない、光、いわゆるゴミだとかね、ホコリだとかね、虫だとかね、まあ、そういったものではないという一つの、まあ、必要条件にはなるというふうに私は考えています。ともかくもそれがあの一つの判断基準になっているということを知ってですね、なるほど、アメリカでもそういうふうに捉えられているんだなと思いますけれども、今ご覧いただいている動画はですね、みんなどれにもあの光のいわゆる歪みがあります。注意深くご覧ください。あの歪んでいるのがかすかに分かります。それからあの UFO によってはですね、光の細かいパウダー、細かい、またね、その後に細かい、まあ、ほこり、まあ、ほこりじゃないなってるかな、粉ですよね、パウダーですか、粉のようなものが散っているのが分かります。つまり必要条件でということになるわけですよね。つまりゴミでもないし、ホコリでもないし、虫でもないしという、まあ、その一つ必要条件を満たすということになるわけです。ともかく話を戻しますけども、要するにこの話をちょっとね、頭に、これもちょっと頭に入れておいて、おいていただきたいんですけども、今日の本題に入ります。まあ、どこか SF 的ですけども、生と死について、まあ、SF 的
あるいは宇宙人的な視点と言ってもいいのかな、そういう視点からですね考えてみたいと思います。おそらくこんな話をするのはですね、まあ、日本でも世界でも初めての話になるかもしれませんけども、生と死をですね未来的にどう考えたらよいかということなんですよね。で今、私の考えていることを皆さんにお伝えしたいなというふうに考えています。でここで一つ話を切ってですね、こういうことなんですね。ここに一つの一台の極めて高性能なパソコンがあります。まあ、未来ですね、今から100年、200年先にはそういうパソコンも実際にできるようになると思いますけども、極めて高性能です。まあ、想像を絶するほど高性能で、現在のね、スパコンに匹敵すると言いますかね、引けを取らないほどの、まあ、パソコンがあります。大きさはそれほど大きくないわけですよね。まあ、せいぜい現在のデスクトップの何分の1ぐらいに収まるようになるかもしれません。まあ、そういうパソコンをですね、皆さん頭の中で想像してみてください。まあ、そういうパソコンができる、できたという、まあ、できるというのはもう時間の問題ですけどもね、極めて高性能です。まあ、どう言ったらいいのかな、もうその、はい、ハードディスク的なものがですね、まあいいです、それは想像してみてください。まあ、ともかくもう極めて高性能なパソコンができた、できるとしますよね。それが今皆さんの前にあると、まあ、想定といいますかね、考えて想像してみてください。でそのパソコンはですね、いわゆる人工知能を持っています。そして思考し考え、そして感情も持っています。そして記憶も持っていて、まあ、ある意味でね、人格も持っているということなんですね。極めて高性能なパソコンですから、人間の知能よりも知能にも劣らないと言いますから、人間の知的能力というのはですね、いろんな、まあ、その情緒的、いわゆる、まあ、ファジーな部分、空想的ね、あるいは想像するという部分では優れているんですけども、他の部分ではそれほど高性能じゃないんですよね。しかし皆さんの 今ね、目の前にあるその高性能のパソコンはですね、例えば演算計算なんかでもですね、瞬時に数万桁かける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 の掛け算割り算演算をですね、瞬時にやってのけるわけですよね。まあ、人間がですね、紙と鉛筆を使ったら1年2年10年かかるような計算をですね、瞬時にやってのける、そういう意味では極めて優秀な、まあ、その目の前にそのパソコンがあるとしますよね。あるんですよ。まあ、それを皆さん想像してください。そしてあなたの良き話し相手であり、相談相手であり、また仕事を、まあ、テキパキとこなしてくれるわけです。まあ、想像を絶する高性能なパソコンイコール人間の脳に限りなく近いパソコンイコール人間が持つ、ね、思考力、感情、それからまあ人格的なね、そういった要素も全て兼ね備えたパソコンであるとしますよね。でそのパソコンが目の前にあるわけです。そしてそのパソコンはですね、まあ、常時働いているわけですけども、そのパソコンの、いいですか、電源を切ったらどうなるかということなんですよ。そうしますと、まあ、そのパソコンは休むということになるわけですよね。そしてまた電源を入れると元に戻るわけですよね。その場合、電源を切る前のそのパソコンというのと、電源を入れ流した後のパソコンというのは同じパソコンなのかな、同じ人格なのかなというふうに考えるわけです。すると皆さんはこうおっしゃいますよね、同じだよと。まあ、それはそうなんですよね。しかし今度はこういう場合ですよね。いよいよその中の内部機器がですね、劣化してきたと、まあ、5年10年使ったと、まあ、そのためにですね、いろいろ劣化してきて、さらに高性能なパソコンができたと。その時にですね、まあ、例えばですね、あなたがその慣れ親しんだそのパソコン、それを春3000っていう名前つけておきましょうか。春3000号なんですよね。その春3000号と皆さんは会話をすることもできるわけですよね。春さん、今日は寒いですね。ピピ気温は12度何分何です。寒いですね。風に気をつけてください。なんて、まあ、そういう会話をするわけですけども、するとあなたは、はい、ありがとう、気をつけます。あなたは何々病にかかる確率は 18%、 何々病にかかる確率は 28%、 コロナ28にかかる確率は 20% ってな感じでね、即座にいろんなことを教えてくれるもんですから、まあ、いろいろ付き合っているわけです。
で、そこでですね、こういうことを考えるんですよね。ここからは SF 的になるわけですけども、その春三千がですね、いよいよ、まあ、その機械的にね、ハード的に劣化してきたと。さらにもっと良いそのハードウェア、すなわちパソコンができたから、そちらへ乗り換えようとするわけです。で、そこで問題が起きるわけですよね。問題が起きるわけです。どういうことかというと、春3000は現在のパソコンの機械の中に入っている、まあ、人格、まあ、人格があるとは生きるのは大変いろいろ問題がありますけどもね、人格を持ったようなパソコンであるとしますよね。春3000です。2001年宇宙の旅、3000年宇宙の旅的なあの春3000ですね。その春3000の能力、脳みそをですね、そっくりそのまま、そっくりそのままですよ、今度の新しいパソコンに、まあ、移植するわけですよね。それは現在のパソコンでもそれできるわけですけどもね、皆さんが新しいパソコンを買ってくるとですね、ソフトウェアを そっくりそのままコピーして次のパソコンでも同じように使えるようにするということは今、まあ、日常的になされているわけですけども、同じようにその春3000の能力、すべて記憶全部ですよね、をそっくりそのまま次のパソコンに移すわけです。移しました。で、移して新しいパソコンでそれを起動したら、やっぱり春3000が出てきて、こんにちは、私は新しいパソコンに入ることができました、こんにちは林さんってな感じで話しかけてきますよね。で、そこで問題はどういうことかというと、先の古いパソコンの中に入っていた春3000は死んだのか生きたのか、生きているのかということになるわけです。すると皆さんは新しい、ね、パソコンの中で生きているというふうに言いますけども、本当にそうかな、そう考えて良いのかなってことになるわけですよね。というのは、その春3000というのは前のね、パソコンの中で生きていたわけですよね。ある意味ね、生きていたという、まあ、その言葉もね、非常にこの世界は使うのは難しいんですけども、要するにそこにいたわけです。がしかし、そっくりコピーした、コピーして次のパソコンに、まあ、貼り付けられた、転送されたわけですよね。そうしますと、元のその春3000さんはどうなったかという問題なんですよ。つまり春3000さんは死んだわけですよね。それでもうそのパソコンは破壊されて、ハードディスクも、まあ、破壊されて、そして、まあ、廃棄物となったと。となりますと、その瞬間、その春3000さんは死んだということになるわけです。ところが、そっくりそのままコピーされてますから、今度は次のパソコンの中で生きた、生きているということになるわけですよね。ちょっと分かりにくいですね。じゃあもうちょっと分かりやすくしましょう。さらに SF 的な話になりますけども、こう考えたらどうでしょうか。皆さんは今生きてますよね。物を見て、聞いて、感じて生きてますよね。そしてその脳をですね、あなたの脳を全部そのままそっくりそのパソコンの中に転送、移植したらどうなるかということなんですよ。で、その例えば今転送しますよね。まあ、そのはい、転送しました。で、あなたはそっくりそのパソコンに全ての能力、記憶、感情全てが転送されたと考えるわけですよね。ただ感情についてはですね、ホルモン説が、あの、まあ、今のところ定説になってますから、まあ、いろいろと問題がありますけども、ともかくもそうした機能的なものも全部その、パソコンの中に移植されたとしますよね。それを想像してください、ね、そこで問題なのはですね、その移植されたそのパソコンの中のあなたはあなたなのかということになるわけです。はい、例えばそのパソコンだけではですね、まあ、そのものを見ることも聞くことも感じることもできませんから、端子がいっぱいついてましてね、音を聞く、まあ、イヤホン、マイク、ジャックもありますしね、それから音声を出すジャックもありますし、まあ、いろんな、ね、感知能力、気温、ね、湿度、すべてあらゆるものを感知する、その、まあ、なんて言いますか、能力、端子もあってですね、それを全部つけるわけですよね。で、ここで問題が起きるわけですよ。あなたはやっぱりあなたのままなんですよね。そうでしょ。いくらあなたをコピーしたって、それはあなたの脳のコピーであって、そしてコピーしたとしますよね。
こうまあそれをコピーさして、それでパソコンに移植したとしますよね。ところがあなたは何も変わらない、あなたのままなんですよね。そうでしょ。あなたの脳をコピーしたところであなたはあなたのままなんですよね。で、私はここにいるし、あなたはそこにいるわけです。で、その脳をそっくりこうパソコン、例えば X に移植したと。そうしますと、そのパソコン X は、脳、いわゆる脳はですね、あなたのままなんですよね。それに、例えばマイクをつけ、ね、イヤホン、マイクをつけ、スピーカーをつけてですね、あるいはそのいろんな感知能力的な端子をいっぱいつけたと。そして物を見たり聞いたり感じることもできると、まあ、そういうパソコンがそこにあるわけです。で、誰かがですね、誰かがそのパソコンに話しかけたとしますよね。あなたは誰ですかって聞くと、あ、私は林博士ですよって答えますよね。林博士？あなたは本当に林博士さんですか？そうですよ、全く林博士ですよ。何か問題があるなら確かめてください。じゃあ、あなたの過去をいろいろ聞けますが、全部記憶入ってますか？入ってます、心配ありませんよ。まあね、赤ちゃんの時からずっと、まあね、人生を送ってきましたから、その記憶が全部入ってますから、私は私です。というようになるかもしれませんよね。パソコン X。パソコン X の中の林博士は、やっぱり林博士なんですよね。そういうことなんですね。で、ところが、じゃあ元の私、今ね、こうして喋ったり聞いたりしているあなたというあなた、私はどうなるかというと、やっぱり私のままなんですよね。ところが、ここで問題が起きるわけです。コピーした瞬間に、その後でもいいんですけども、私を消滅させたとしたら、それは私の死になるわけですよね。私は死ぬわけです。死んで、そして、まあ、そのままなんですね。そのまま消えてしまうわけです。そして、私の脳そのものがですね、すべてコピーされたものがそのパソコンの中に入るわけです。で、その第三者の目、例えば別の人から見るとですね、林博士はパソコン、今度はパソコン人間になって生きているってことになるわけですよね。何も変わらないわけです。さらにね、まあ、さらに人造人間っぽいものができてですね、肉体もコピーできるようになったとしたら、もう本当にわからなくなってしまいますよね。つまり、まあ、さらに進歩してですね、林博士のいわゆる、まあ、ヒューマノイド、いわゆるができたとする、人造人間ができたとする、その中の脳みそはすべて林博士のものであるということになったときにですよ、さあ、その林博士はどう理解したらよいかということになるわけですけども、その前の段階として、元の林博士はどうなったかということなんですよね。つまりは死んだということになるわけですよね。まあ、死んでしまえばですね。その時に元の林博士は自分のコピーの脳ができたからもう死んでもいいと。私はもうここで消えても思う存分生きてきたからいいですよ、皆さんさよならっていうわけにはこれはいかないわけですよね。あくまでもそちらにパソコン X の中に入っているのは要するにコピーですからね。さあ、どう考えたらよいかという問題がここから出てくるわけです。つまりですね。つまりコピーはコピーであってもやっぱり自分ではないということですね。と同時にその後ね、まあしばらく生きた後死んでもですよ、まあ、そのコピーされた人工知能といいますかね、コピーパソコン X は生き残るわけですけどもね。しかし第三者から見るとやっぱり林博士は生きているということになるわけですよね。しかしどうなんでしょうねということになるわけです。さらに分かりやすい例を話しますとね、さらに分かりやすい例で話します。これは前にも話しましたし、もう今から2、30年前からそういう議論がねなされているわけですけども、スタートレックという映画がありますよね。あのスタートレックの中で出てくる、まあ、よく出てくる、まあ、定番的な場面はですね、つまりは転送という場面ですよね。そのスタートレックの乗組員たちがですね、何か小さな部屋で、まあ、円形のね、まあ、バンの上に乗って転送って言いますと、パッと消えて、そして別のところにパッと現れますよね。あれがいろいろと問題になるわけですよ。なぜ問題になるかというとですね、つまり元の人間を分子レベルまで解体して、まあそういうことでしょうね。そしてそれをまあ転送して、そして前方で分子レベルからまた組み立てて出すわけですよね。そうすると問題は元の転送前の A と転送後の B とは
同じ人間か同じ人間でないかという問題が出てくるわけです。簡単に言えば、転送前の自分は A はですね、死ぬわけですよ。パッと消えるわけですよね。分子レベル2まで解体されるわけですから。そして転送後の B はですね、分子レベルからまた再び組み立てられますから、それはその人かもしれない。第三者から見ればその人だってことになるわけですけども、その B はですね、つまりはコピーってことになるわけですよね。そうしますと、その転送前の A はどうなったかってことになるわけです。はい、どうなんでしょうか。死んだということになるんでしょうか。第三者から見るとこれは区別はつかないんですよね。例えば、まあね、私の部屋で、私の家でですね、例えば台所にいる私のワイフがですね、転送って言ってそこでパッと消えて私の部屋にパッと現れた。でここの部屋に出てきて、あら、何か飲み物欲しいのっていう感じで私に聞いたとしますよね。でワイフはワイフなんですけどもね、で私がそうだな、そろそろ喉が渇いたからお茶頼めるかなっていう感じで頼みますよね。いいわって、また転送ってパッと消えて、また台所でパッと現れてお茶を作ったとしますよね。でその都度ワイフはワイフなんですよね。第三者って言いますか、私の目から見るとね、何も変わらない、全くワイフなんですよね。ところがその転送前のワイフはどうなったかってことになりますと、つまりは死んだということになるわけです。この死ぬということをどう考え捉えたらいいかということなんですけども、私もやがて死んでですね、億年のそのまた億年の永遠の闇の中へと消えていくわけです。分子レベルまでバラバラにされてですね、そしてまあ他の人の分子に組み入れられてですね、そして私という人間は消えていくわけですよね。つまり死というのはそういうものだってことになるわけです。もう少しうがった見方をするとですね、つまり今私はこの地球にいて、日本にいて、浜松市にいて、こうしてまあビデオ台を作っているわけですけども、遥か遠い彼方の何十光年、何百光年離れた惑星に住むまあ異星人ということになるわけですけども、その方もそこにいるわけですけども、死ぬことによって私自身が共に遠い遠いまあ永遠の闇の彼方へと消えていく、イコール現在の今もですね、遠い遠い永遠の闇の彼方にいる異星人と同じレベルになっていくのかなっていう感じほどに考えてもよいほど、私は遠く遠くへと行くわけですけどもね、もうその死んだ途端にまあなってますかね、その距離感時間っていうのはありません、ないでしょうね。もう要するに消えてしまうわけですから、生まれる前の状態になるわけですね。はい、まあ、それはちょっと余計なことであります。そこまで話を広げますとね、わけがわからなくなりますから、まあ、要するに死ぬということはそういうことなんですよね。で例えば、まあ、スタートレックの転送のようにパッと消えたとしたらどうなんでしょうか。はい、その前の転送前の自分は死ぬということになるわけですよね。でもう少しまあ戻して、パソコンはどうなんでしょうかということになるわけです。はい、全部コピーして元のパソコンを潰して廃棄物にした。じゃあ元のパソコンの中にいたその人格を持ったそのいわゆる脳みそはですね、どうなのかということになるわけですよね。まあ、こうして考えていくとですね、生と死っていうのはわけが分からなくなってくるわけです。しかし考えてみればですよ、私たち人間はですね、すでにそれを、人間に限らない、あらゆる生物はそれを実はもう繰り返しているわけですよね。例えばあなたというお父さんがですね、息子を持つ、あなたというお母さんが娘を持つということになりますと、要するにそれだって考えてみればですね、まあ30年という年月を経て、いわゆる転送しているのと同じなんですよね。自分という人間のコピーを人間を作るわけですからね、それこそ人造人間的な人間をですね、何の苦労もなく作るわけ、苦労もないわけじゃないんですけどもね、苦労だらけですけども、要するに作るわけです。例えば父親が息子を作る、ね、母親が娘を作るということは、結局はコピーなんですよね。ですから顔、形、姿、みんな似てるわけです。ね、で、思想も当然親の影響を受けますから似てくる。しかし、息子や娘というのは自分であって自分でないわけです。そして父親、母親はやがて順送りでこの世から消えていく。そして今度息子や娘は順送りで、今度は次の息子や娘を持って順送りに、まあ未来へとつなげていくということを繰り返すわけですけども、その瞬間瞬間やっぱり死ぬ、生まれる、死ぬ、
生まれるということが繰り返されるわけです。コンピューターのように瞬時じゃないかもしれない、あるいはスタートレックのように瞬時じゃないかもしれませんけども、瞬間瞬間ではない。しかし30年という年月を経てそれを繰り返すわけです。宇宙的な時間で見ればですね、瞬間の 0.0001 秒も30年もこれまた同じなんですよね。つまり私たちは日常的に生物体として、まあつまりはパソコンでいうところのコピー、あるいはスタートレックでいうところの転送というものを繰り返しているわけです。しかしいくら転送してもコピーしてもですよ、私は私なんですよね。もっと言えばですね、あなたの脳みそをいくらコピーしてあるいは転送しても、それでまあ転送すると自分は消えちゃいますからね、あれね、まあ、要するにコピーしてもですね、やっぱりあなたはあなたであり、まあつまりね、いわゆる生死の死に対する恐怖感がそれで消えるわけでもないし、死ぬことがそれでまあ救われるわけでもないわけですよね。例えば私の声をこうして今も録音しているわけですけども、だからといって、まあ、皆さんはですね、私の声をですね、まあ、このような形で録音し YouTube に発表していけばですね、まあ、元の YouTube のデータベースがですね、なくならない限り、まあ、10年でも20年先でも、まあ、この私の声を皆さんは聞くことができるわけです。でその声を聞いた皆さんはですね、林浩声として生き残っているっていうふうに思われるかもしれませんけども、今喋っている私にはそんな意識はみじもないですね。今喋っているだけ。だから喋ったことによって皆さんがですね、100年後の誰かが私の声を聞いたとしても、私は生き残っているってことには感じないし、またそういうことができるからといって、その今持っている私の生死の 感からしてですね、つまりはその、なんて言いますか、生死の感覚からしてですね、つまりはその、自分が永遠の命を持ったからもう死ぬのは怖くないぞというような意識にはつながっていかないということですよね。いくらコピー作ってもですよ、そういうもんなんですよね。ですから今ここで私の脳みそをコピーしてですね、1000台1万台のいわゆる、まあ、なんて言いますか、そのコンピューターに移植したと、つまり1000人のコンピューター人間林浩ができたとしてもですよ、私のその心の救済にはならないということですね。私はやっぱりどこまで行っても私ということになるわけですよね。さあそこで話をぐんと戻しますけども、冒頭でね、いわゆるまあ医療ファイル忽然と消える消失事件、2020年3月21日、これはあの証拠があるわけじゃないんですよね。消えたっていうのは証明のしようがありませんからね。消える瞬間を、まあ、例えばビデオカメラで撮っていた、でもそんなトリックなら簡単にできますからね。コマを切ればいいわけですから、切ってね、つなげばいいわけですからね。ですから消えた瞬間、消えたという事件はですね、もう証言だけしかないわけですよね。そしてその後の私の心の変遷というものをですね、詳しく述べることによって状況証拠を積み重ねるしかないわけですけども、ともかくも消えたということになるわけです。で私その事件をですね、それからまあ10ヶ月近く、まあ、10ヶ月まだ11月ですからね、9ヶ月近くなるわけです、8ヶ月になるわけですけどもね、なるわけですけども、今その事件を今この瞬間から振り返ってみるとですね、ひょっとしたら転送されたんじゃないかというふうに考えるわけです。はい。転送。ですから、転送ということを安易に考えてはいけないんじゃないかというふうに考えるわけですよね。例えば、まあ、よくありますでしょ、その UFO がやってきて気がついたらね、 UFO の中のベッドの上に寝ていた、ね、でいろいろ検査されていろんなものをインプラントさせたされたとか、まあ、そういう証言というのは出てきますけども、問題はそこなんですよ。例えばね、私はその瞬間前までね、自分の家でね勉強していたと、ところがふっと気がついたらもう UFO の中に乗っていた、まあ、いわゆるね転送アブダクションの典型的な例ということになるわけですけどもね。そうでしょ。じゃああの転送された人、そしてまた戻ってくるわけですよね。ポンと戻ってくるわけですよね。そうしますとね、そのポンと消えて UFO に乗った、ポンとまた元の世界に戻ってきた、これ転送ですわね。そうするとその人は二度死んで二度生まれ変わったことになるんじゃないでしょうかね。じゃあ元の転送前のその人はどうなったか、あるいはその UFO の中に連れ込まれたその人はどうなったかというとですね、
消えたわけですよね。そうしますと、その人は全く自分が死んだという意識、恐怖、寂しさ、全く感じないまま、二度死んで、二度生まれ変わったということになるわけです。がしかし、その人はその人のままなんですよね。ですから、まあね、アブダクションされた人、ね、時々テレビなんかに出てきてそういう話をする人がいますけども、その人は元の転送前のその人ではないわけです。となると考えてしまうんですよね。どこを考えるかというとですね、今皆さんそこにいらっしゃいますよね。私の話を聞いてますよね。そのあなたがですよ、もし近くに UFO がやってきてですね、よし、あの林宏を調べてやる。転送してやる。ポンとそっちに転送したとしますよね。しかしそれは、私、今の話している私にとっては死そのものだということです。はい、そうでしょ。ただ、ね、あなたの余命はあと1年です。1年の後のいわゆる、まあ、生存確率は 10% ですなんてね、そういうふうに言われるともう怖くてざわざわしてね、もうこの世から消えるのか寂しいなってな感じで、まあざわ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 するわけですよね。それもあの死のざわざわざわざとした不安感っていうのはもう本当に苦しいですね。まあそれはいいんですけども、要するにそういう感じで1年かかってですね、死というものを徐々に迎えていくわけですけども、しかし転送の場合はそういう不安も心配もなく、その前の段階でポンと消えてしまうわけですから、まあ、そういう意味では幸せといえば幸せなんですけどもね。しかしね、5分後にこれから林宏を転送しますって言われた時にね、5分後、あと僕の命は5分しかないのか、大変だって思う人はいませんよね。また思う人もないかもしれませんけどもね。さあその場合はどのように考えたらよいかということになってくるわけですよね。あと3分、あと2分、あと1分、10秒、9秒、8秒、死ぬんだ、2秒、1秒、パッ感じですよね。しかし第三者の目から見るとね、私は UFO の中に連れ込まれていて、ベッドの上に寝さかされているってことなんですよね。日本おかしいですね、まあ、要するにそこに寝ているわけです。そうなった時にその寝ている自分は私ではないわけですよね。はい、でまた戻ってくる。で周りの人は誰も疑わず、林宏だ、確かにその林宏はすべて前の林宏と同じなんですよね。すべて感情からすべて。しかしその林宏はもともとの林宏ではないということになるわけですよね。そうなったらどう考えたらいいかということになってくるわけですけどもね。死ぬ、生きる、まあ簡単に言えばですね、転送というものを軽く考えてはいけないということになるのではないでしょうか。つまり転送ということはですね、その転送前の自分が死ぬということなんですよね。この世から消えるわけですから、はい、まあ、もうちょっと高度かもしれませんけどもね、そうしたその精神性までその、まあ、いわゆる転送できるってことになれば、まあ、それは心配ないにしても、やっぱりいくらね高度な技術ができたとしても、やっぱり転送前の自分っていうのは、話をぐーんと戻しますとコピーされる前のパソコンと同じではないかということになるわけです。そしてまあね、新しい、ね、春3000がですね、全部移植されて新しいパソコンの中に入ったとしても、それはつまりソフトウェアが全部移植されただけの話であって、まあ元のいわゆる人格を持った春3000ではないということになるのではないでしょうか、ということに考えていくわけですよね。そうしますと今度はその先の問題へとつながっていくわけです。つまり永遠の命とは何か、また永遠の命は可能なのかということになってくるわけですけども、まあ、唯一ねそういうことがないようにするためには、脳みそそのものをですねごっそりと抜き出して、そして別のねヒューマノイドで、まあ、ってますかね、培養された肉体の中にその脳みそをごっそりと移植すればいいわけですよ。そうすれば元の林宏のまま今度の新しい林宏になるわけですよね。
まあ、それこそまさに SF 的な世界に入っていくわけですけども、そこでまた問題が出てくるんですよね。脳の神経細胞っていうのはまあね、再生されませんしね、要するに生まれた時から死ぬ時まで同じ一つなんですよね。ですから記憶っていうのは、あるいは性格性質っていうのはこの70年間変わらないわけですよね。まあ、そういうこともありますし、じゃあその脳細胞はやがて衰えて、そしてまあ死滅していくわけですけども、そこをやっぱりどうするかってことになってくると、やっぱり電子的な脳細胞に移植しないことには永遠の命っていうものはないってことになってきますからね。だから部分的に、まあね、例えばまあ手がなくなったら義手をつければいいとかね、足がなくなったら義足をつければいいというような感じで脳細胞を移植するってこともこれまたできないわけですよね。移植された途端にそれは別人のものになるわけですからね。ですからまあ永遠の命ということになると、そういうことになってくるイコール、つまり神々の世界の話へとつながっていくわけですけども、一体ね、神々というのはですね、どういう形でどのようにして、まあ、永遠の命なるものをですね、持続維持しているかという問題へとつながっていくわけです。だん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 気が遠くなってきますね、こんなことを考えてますと。まあ楽しいというよりも、ふーっとこうため息しか出てこないようなね、そんな話になりますから、まあ、この辺りでね、時間も時間ですから話を止めてですね、まあ、つまりは、まあ、この先はですね、まあ、ずるい言い方ですけども、またの機会に考えてみたいと思いますけども、結論的に言うとですね、生と死というものはどういうものかということですね。そしてそれを繰り返していくわけですけども、まあ、いろんな、ね、SF 的に考えなくても、実は30年サイクルでですね、人間の場合は30年サイクルだから、1世代30っていうんですよね。1世代の世界の世というのはもともと10が3つ集まっているという意味ですからね。ですから1世代30というのはそういう意味なんですけども、10が3つで、まあ、大体人間というのは同じことを繰り返すということですね。ですから30年後には、今からですよ、30年後にはそっくりそのままあなたとあなたの息子の関係がまた新しく生まれているということになるわけですよね。しかし30年という年月は長いと。しかし瞬間転送、あるいは、いわゆる、まあ、コピーペーストは瞬間であるということとはあまり意味がないんですよね。それ比較してもね、まあ、人間は30年かけて、要するにコピーして移植していく、人間は30年かけて転送していく、スタートレック的なね、転送していくということになりまして、やっぱり私は私として残って、そして年老いて、やがて脳細胞、体の細胞がですね、老化してバラバラになって、あの世へ行く、あの世へ行くっていう方もちょっといろいろ問題がありますけどもね、まあその消えていくということになるわけですね。そこで永遠の命ということを最後にね、まあ、あの結論的に話さなければならないと思います。じゃあどうすれば永遠の命になるかということになるわけですけども、一つ救いがあるんですね。それが心の問題ということになるわけです。例えば今私は皆さんにこういうね、どこかくだらないね、SF 的な話をしましたけども、この話意外とね、皆さんの心の中に残るかもしれませんね。そして皆さんは皆さんでこの話をですね、皆さんなりに解釈して、それはまあ部分的にであるにせよですね、この話をまた次の人の次の誰かに話すかもしれませんよね。あるいはこの話をあなたの息子さんや娘さんに話すかもしれませんよね。そうしますと、もちろん私林浩というまあ個人はですね、まあ影も形もなく空気のように消えていくわけですけども、そのものを考えたその心、思い、思想、哲学、理想、まあ、あるいはその SF 的なその話であるにしてもですよ、考え方はですね、いわゆるまあ面白いなって話で次の世代へ、あるいは皆さんへと伝わっていくということになるわけですよね。そうしますと、それはまあ今私の話している部分の1万分の1、10万分の1かもしれませんけども、たった一言かもしれませんけども、それが皆さんの脳の中に残り、そしてそれが皆さんの、まあ、子供の代へと伝わっていく可能性もあるわけですよね。
また今私が話していることもですね、実は今まで私がね、無数の人たちから受けた、まあいろんな思想の集合体でしかないわけですけどもね、しかしその集合体の私がまたその一部分を次の世代へ伝えていく、そしてそれがですね、また次の世代、次の世代へと残っていくわけですよね。それが私はですね、永遠に生きることにつながっていくのではないのかなというふうに考えています。まあ、そのような形でね、私たちは心を未来に残すことによって、つまりはその時は私という林博という人間の姿形は全くないにしてもですよ、しかし心は逆に残っていく。それはコンピューターでもできないことだし、それからスタートレックの転送でもできないことなんですよね。それが今の現に私たちの生身の人間ができるということは、ある意味で素晴らしいことですよね。ただしその心といってもですね、未来の私たち人間のためには良いものを残さなければなりませんよね。悪いものを残したくないですよね。だからあのシェイクスピアはあの14行詩の冒頭の部分でこう書いてますね。皆さんは美しいものを後世に残したいよね。美しいものを残したいよね。それが人間なんだよって教えてますよね。がしかし醜いものは残しちゃいけませんよってことをシェイクスピア、つまりね、まあ16世紀から17世紀のいわゆるまあ神の代理人としてのシェイクスピアはそのように書き残していますけども、その残す、その良いものを残していくということですね。それがまあ私たちの最後の最後に残された、つまり唯一の希望ということになるわけです。つまりそれが未来永劫に生きていく希望、光ということになるのかもしれませんね。つまり私たちは個体の死というものを迎えるけれども、しかしその心は永遠に繰り返し繰り返しいいものとなって残っていく。それが私たち人間にとって、生きとし生けるものすべての生命体にとっての希望ということになるのではないでしょうか。まあ、図らずもですね、それをシェイクスピアが14行詩の中に書き残したということになります。まあ、大変難解の文章ですけども、一度はね、皆さんにも読んでいただきたいななんて、ね、勝手に思ってますけども、まあ、機会があればまた読んでみてください。私の動画の中でも翻訳して皆さんに、まあ、お読みいただく感じで、ね、お聞きいただけるようになっています。つまり生と死とは何か、そして私たちの生きる、何のために生まれ、何のために生きていて、そして何のために死ぬかという一つのね、答えが今日話しました話の中にあるのではないのかなというふうに私は考えています。死ぬことはつらい、寂しい、だけども私たちの心というのは死ぬことはない、永遠に生きていくということなんですね。その永遠に生きていく部分に私たちはもっともっと注力しですね、そして関心を持っていくということではないでしょうか。まあ、大変ね、生意気な話をしましたけども、皆さんのね、まあ、生き方、生きることを考える上において、何かのね、参考、話題になれば嬉しいです。では今日のビデオ代理、これで終わります。長いビデオ代理になりましたけども、どうもありがとうございました。ではこれで失礼します。まあ、この動画、今ご覧いただいている動画はですね、もうすぐ終わりますから、このままこの終わりまでつなげておきます。では皆さん、さようなら、バイ。フィールドによって引き起こされたためと思われる事故のため、シャトルのドアが開かなくなり、50万ドルもかけた実験が不意になったと。その時宇宙飛行士によって撮られた動画がこの動画ということになります。奇妙な小さい光があちこちを飛び回っているのを注意深くご覧になってください。で、この光と大変よく似た光が私が開いている勉強会の席でもビデオに収められていました。2019年4月14日、私が岐阜市で開いた勉強会の席でです。この両者の光をどうか注意深く比較してみてください。広し林、ハメメットシティ、ジャパン。
ではもう一度最初から画面を説明します。これは STS-80 のですね、スペースウォーク実験の際に撮られた動画だそうです。で、スペースウォークをですね、まあ、宇宙服を着て、まあ、宇宙へ出るという実験ということになるわけですけども、その実験のために、まあ、このスペースミッションがなされたということですが、その時にですね、ドアの外と説明にはありますけども、そのドアの外にですね、このような奇妙な開口現象が起きたというわけです。そして同時にですね、そのドアがジャムで、つまり開かなくなってしまったというわけです。それでその実験は失敗し中止になったというわけです。で、その時に、まあ、こうした開口が取られているわけですけども、今、まあ、右下にですね、去る2019年4月14日に私の勉強会にの席でですね、現れた開口現象をですね、たまたま、まあ、動画に撮られていて、その動画から起こした写真を皆さんにご覧いただいています。その光の様子と左のですね、 STS-80 ミッションの時に現れた光の様子が大変よく似ているということです。で、比較してみます。左が、STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下がですね、勉強会で、まあ、たまたま撮られた写真ということになります。で、さらに詳しく比較してみます。左上が STS-80 ミッションの時に撮られた写真です。右下が4月14日の勉強会の席でたまたま撮られた写真ということになります。私が首にかけていた集音機の前にその光が映り込みました。で、もう一度拡大してみます。 STS-80 ミッションの時に撮られた開口ということになります。で、こうして見るとですね、ギザギザになっているということがわかるのではないでしょうか。あるいは一本の直線的なといいますか、線ではなくてですね、細かい線がですね、集まってこのような線を作っているということになります。ギザギザとしているということですね。左下の写真なんかわかりやすいんじゃないかと思います。で、右下が、これが集音機に映り込んだ開口ということになります。ギザギザラインである点に注意してください。で、中央の写真を右に拡大してみました。で、よく見るとですね、ぼやぼやしていますけども、基本的にはギザギザラインのように見えます。つまり私、林博士は、この両者の光は同一あるいは類似の光と判断しました。まあ、こうした光がですね、つまり開口が STS-80 ミッションの周りに現れた。そして2019年4月14日の私の勉強会の席で現れたということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。
Video Diary April the 21st, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Video 日誌2019年4月21日、林博史です。こんばんは。去る2019年4月14日の名古屋会においてですね、開口現象が起きました。その開口を名古屋市在住の M 美幸さんが届けてくださいました。動きが大変早いので注意してご覧ください。今光が横切りました。では今度は5倍スローにしてご覧いただきます。大変動きが早いです。そしてその光がですね、飛んでいるというよりは、私が首にかけていた集音機の表面に反射して映っているといった風に見えます。と言いますか、そのように私は判断しました。5秒前、4秒前、3秒前、2秒前、1秒前、丸の部分に注意してください。今ピカピカと光って連続して移動しているのがわかります。で、さらにスローにし、部分的にポーズし、拡大してみます。注意深くご覧ください。左が私の集音機です。それを私は首にかけていました。注意深くご覧ください。この丸の部分です。今映ってますね。ポーズして拡大してみました。だいたい色、もしくは黄色、あるいは白に近い黄色のように見えます。ビデオ編集画面で見るとぼやけますけども、iPhone 上で拡大しますと、極めて鮮明な線として浮かび上がってきます。ここでポーズして今ご覧いただいています。私の集音機の表面に光が映っています。コートの影になっている点にも注意してください。このような光ですね、ギザギザの、つまり、グラフのようなと言いますかね、そういう模様のようなものが、まあ、見て取れます。でそれがですね、上下左右に瞬間に移動していきます。やや上に上がってきましたね。でまた今度は下に移動します。集音機の上に現れたというよりも、集音機がいわゆるまあ何て言いますか、テカテカしているものですから、それを光を反射したものと私は判断しています。もちろん私の周囲にはこのような光源体はなかったとは言えませんけれども、私は気づきませんでした。もう一度拡大してみます。まあ、グラフのようだ。なんて言いますかね。ギザギザのグラフのように見えます。これは何かということですけれども、同じ時刻に会場の中で不可解な現象が起きました。で、結論ということになりますが、開口事件はありました。これがその物的証拠ということになります。開口をですね、並べて順に比較していただきます。左下、それからその光がやや上に上がってますね。それから下に移動し、これは何も映ってない部分だと思います。そして右ですね、ギザギザになり、そしてそれがまた変化して上に移動しているということです。さまざまな形に他にも姿を変えています。で、集音機ともう一度比較していただきたいんですけども、右が私が使っている集音機です。これが現物ということになります。この現物を右に置いてですね、左の集音機に現れた模様を比較してみてください。さらに M 美幸さんが
届けてくださいました動画を検証してみたところですね、別のものも映っていたというような感じがします。で今ご覧いただいているのはオリジナルの動画です。もともとの動画ということになります。その中にですねこんなものが映り込んでいました。ストップモーションポーズをかけています。で拡大してみるとですね、私の集音機の表面が白く光っているのがわかります。そしてどうやら手の影も映っているようなんですね。手の影、指が映っているのかなという感じなんです。この光はどこから来たかということなんですね。で全体はこの、部屋はですね背景に見えますようにベージュ色の、部屋だったように記憶しています。ですからこの光はどこから来たかということなんですけども分かりません。もう一度拡大してみます。まあ、こんな光もほんの一コマですけどもね、映っていました。一コマですね。でここで動くんですけども同時に、まあ、光も消えているということになります。というような現象も起きています。これについてはクエスチョンマークをつけておきますが先の話に戻します。私の集音機です。そしてその集音機の表面にはですねこのような、まあ、奇妙なと言いますかね、光が映り込んでいたということです。でこれは何かということなんですけども、M. みゆきさんの、スマホ iPhone ですけどもの上で見るとですねもっとシャープに細かいそのラインが見て取れます。まあ、要するに何かの、ね、波動を示しているようなラインということになるわけです。でこうして並べてみるとですね、まあ、微妙に変化しています。一コマですよね。まさにですからまあこの写真といいますか そこでポーズして切り抜くということが当初考えていたよりも大変な作業になりました。開口現象は確かにありました。 Bye for now。It was in the afternoon of April the 14th, 2020, when mysterious objects flew around in my study for over 30 minutes. They were reflected in the video in more than 40 scenes. After further verification, I determined that they wereMicro-miniature UFOs. I hereby decided to re-examine them again in this video. 2020年4月14日の午後のことです。私の書斎の中を30分以上もの間、不思議な物体が飛び回りました。確認されただけでも40箇所以上の場面でそれが動画の中に映り込んでいました。私はその後検証を重ねた結果、それは超小型の UFO であると判断しました。この動画の中でもう一度それを再検証してみることにしました。広林、浜松市、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、前回検証しました動画です。で、この動画の中ではですね、直径が2ミリから3ミリ前後の超小型の物体がですね右上から左下に走ってきて、そしてこの白い電子辞書なんですけども、その電子辞書の間をすり抜けてですね左下の方に走っていくのが分かります。でその時にですねその物体の後方部に光のパウダーが発し、なおかつその周辺の画像が歪む点に注意してください。今出てきました。でこれは何かということですけども、先ほども言いましたように私は超小型の UFO であると判断しました。で今日改めてもう一度検証し直してみます。で今オリジナルの動画をご覧いただいています。まあ、こうした物体がですねこの動画の中に30分の間にですね40数箇所に
あられてきます。まあ、その中でも特にまあその5、6シーンをですね選んで続く動画の中でご覧いただきますけれども、こうした物体がですね私の部屋の中を横切った、あるいは飛び回ったということになります。でこれはかなり大きな物体かと思われます。直径が2センチ前後、あるいは3センチあるのかもしれません。でこの物体で注意していただきたいのはですね、カップの中から現れたのではなくてですね、私の、まあ、向かって右側の左耳のちょうど上の付け根あたりから一度現れてですね、そしてそれが私の頭の中か、あるいはその頭の向こうを横切って、そしてカップの中に現れて、そして左の方に走っていくのが分かります。でその耳のちょうど付け根あたりの部分ですね、ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところに一度現れてですね、そして左下の方に流れていくというわけです。で10分の1スローでご覧いただきますけども、今頭の向こう、あるいは中を通り過ぎて、そしてこのカップの中に今現れてきます。で出てきました。で直線的に移動しているというよりもですね、ややこう上下にふわついているかなという感じがしますが、はっきりしません。そして左の下の方に消えていきます。こちらの方もですね、よく観察するとところどころに細かい光のパウダーがですね後方部に、まあ、散っているのが分かります。でその部分をですねこれから20分の1スローにしてご覧いただきます。カップの中から一応現れたように見えますけども、そしてカップの側面をですね、から現れているということですね。つまり、カップそのものをですねすり抜けているような感じがします。チューブからご覧ください。つまりカップの手前から出てきたというのではなくてですね、カップの中にあったものがカップの側面をすり抜けて外に出てきているということですね。そして左の方に流れていくといった感じです。で半透明のようですね、回転しているのか、あるいは人間のまだ知らない物体なのかは分かりません。でその途中の部分も今20分の1スローでご覧いただいています。球形というよりも時々微妙に形を変えているということですね。ところどころ後方部にですね白いもやのようなものが発生しているのが分かります。そして何かしらこう回転しているようにも見えるわけですよね。まあ、そのところを注意してご覧になってください。でこれは何かということなんですけども、まさしく大きい小さいは関係ありませんからね、まさしく Unidentified Flying Object、 未確認飛行物体ということになるのではないでしょうか。でこのあたりで何かしら、ね、光の粉のようなものが散るところがありますから注意深くご覧ください。そしてここですね、今ポーズしてみました。でそれがですねちょうどこう尾を引くように見えるわけですよね。まあ、その尾の部分に矢印をつけてみました。そして形もですね球形というよりも微妙に変化しながら、そして回転しているように見えながら、そして左の隅の方に消えていくということです。もう一度オリジナルの動画をご覧いただいて、前回検証しました動画をこの後につなげておきます。まあ、これは実際に現れた物体であり、まあ、こういうことがですね現実にこうして起きているということですね。まあ、まさに事実ということになります。Strange objects were reflected in my video from 2:30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020.The time was around 8:20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics
to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video shot on April the 14th to the high school student.The high school student then said, When a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine path of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video on this occasion.Strange objects were reflected in my video from 2.30 p.m. to 3 o'clock p.m. on April the 14th, 2020. Over 40 times, various large and small objects were reflected in the video. But that doesn't mean the case is over. It was the night of May the 18th, 2020,The time was around 8.20 p.m. Though I couldn't shoot a video this time, but when I was teaching mathematics to a high school student, my wife witnessed almost the same golf ball-sized object which was flying around in the hallway of the room. Moreover, at that time, I was showing the video
shut on April the 14th to the high school student. The high school student then said, when a white object slips through the electric dictionary, I can recognize the faint warping of the space around the object and fine part of light is scattered. So I, Hiroshi Hayashi, decided to re-examine the video on this occasion. 2020年4月14日の午後2時30分から3時頃までの間、私の動画の中に奇妙な物体が映り込んでいました。40数回にわたってその動画の中に大小さまざまな物体が映り込んでいましたが、それで試験が終わったわけではありません。2020年5月18日の夜のことです。時刻は午後8時20分頃だったといいます。動画撮影はできませんでしたが、私が高校生に数学を教えている時のこと、その部屋の廊下でゴルフボール大の同じ物体が飛び回っているのを私の妻によって目撃されました。しかもその時、私はその高校生に今皆さんにここに見せている動画を見せていました。その高校生はその時こう言いました。白い物体が電子辞書を通り過ぎる時、かすかだがその物体の周辺に空間の歪みと細かい光の粉が飛び散っているのがわかると。そこで改めてその動画を再検証し直してみることにしました。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのがその中の物体の一つということになります。右上から左下の方に流れていくのがわかります。この物体はその下のですね、白い電子辞書の中を通り過ぎていくのがわかります。ここで消えて、そして再び側面で現れてきます。その側面から出てきた瞬間ですけども、その物体の後部ですね、その後に、光の粉が飛び散るのを皆さん注意深くご覧ください。モニターよりもですね、ノートパソコンの方が私の場合は綺麗に見えます。ともかくも今物体が入っていきますが、100分の1スローにしてみました。10分の1かける10分の1、さらに10分の1スローにしたというわけです。で、100分の1スローにしてですね、今辞書の中にその物体が入っていきますが、そして側面から出てきます。つまり通り抜けたということですね。そしてその後なんですけども、空間に歪みが生じていると、その高校生は言いました。確かにもやもやしていますし、その物体の後部にですね、今ここで何かしらポンとこう白い別の物体のようなものが現れた感じになっています。そしてその後なんですけども、その物体が通り過ぎた後にですね、細かい光の粉が散らばるのがわかります。注意深くご覧ください。これはですね、モニターを私のビデオカメラで撮影したものですからやや見えにくいですけども、もう一度元の画像をですね、この後につなげておきますから注意深くご覧ください。これはその高校生が言うにはですね、空間の歪みではないかということなんですね。あるいは何か私たち人間にがですね、知る由もない未知のテクノロジーによるものかもしれませんということをですね、皆さんに知っていただきたく、この動画を再検証してみました。で、部分的に拡大してですね、20分の1スローにしてみました。で、白い物体が電子辞書を横切って消えていきますが、ここで注意していただきたいことはですね、この白い物体が電子辞書の中に潜り込んでいるかのように見えるという点ですね。それから後方部に点々と残像のようなものを残しながら飛んでいるという点、そして電子辞書の左端の角を見てください。
瞬間的ですけども膨らんだり縮んだりしているのが分かります。そしてこの、左下からのですねモニターの台を横切るときにですねその前後といいますか周囲の空間がですね歪むように見えます。今潜りました。そして後方部に点々と何かを残しながらその角ここですね、ここで角が前置詞の角が膨らんでいるかに見えます。膨らみましたね。そして後方部に点々と、まあ、光のパウダーを残しながら飛んでいるということですね。でさらにモニターの脚ですけどもね、これ足なんですけども、そこを横切るときにですねモニターの脚の部分の画像といいますかね、その周囲が歪むのを歪むことに注意してください。今このようにして点々を巻き散らしながら、そしてここで横切ったときにモニターの足がですねふわっとふわっと歪みましたね、まあ、このようにこの辺りも歪んでます。そして最後のところでバババッとこうなんて言いますか、鉱石を残すかのようにですね、あるいは何かこう歪みを起こすかのように歪んでいくということですね、歪んでいるということですね。画像が今ここで、はい、今膨らんで縮んでいきましたね、電子辞書の角がね。そしてここで周囲が歪んでますね、いわゆる空間の歪みがあるということです。では話を戻します。元のって言いますか10分の1スローの方の動画でご覧ください。こちらの方が画像が鮮明に、まあ、見ることが画像をですね鮮明に見ることができると私は思います。で今この物体が左の下に消えていきますが、電子辞書に消えた直後に注意してください。注意深くご覧ください。ここですね、今バックしてみます。繰り返してみますが、この後ですね、この後その物体の後部にですね細かい光の粉が、まあ、出るのが分かります。その部分を繰り返してみますから注意深くご覧ください。この物体は何かということですが、そしてこの物体から発生する光の粉は何か、なぜかということについては私には分かりません。がともかくもこうした現象がですね現実的に事実として起こっているということです。後の判断は皆さんにお任せします。It was around 3 p.m. on April the 14th, 2020. I was shooting a video diary published every day. I first found a very strange thing flying in the video. What the viewers are watching here is the video diary at that time. However, more than 10 of these strange things
were reported by viewers to have been recorded in the video. Here are some of them. I determined that these objects to be ultra-small UFOs because when I tried slowing down the reproduction speed, one of these objects seemed to rotate very quickly. Moreover, you can also see that these objects fly and slip through a cup and an electronic dictionary. These are UFOs, right? 2020年4月14日の午後3時頃のことです。私がビデオ日誌を撮影していた時のことです。そのビデオの中に大変奇妙なものが映り込んでいるのが分かりました。視聴者の皆さんに見ていただいているのはその時のビデオ日誌ですが、こうしたものが10個以上も動画の中に記録されていました。ここではそれらの中からいくつかを選んで紹介します。私はこれらの物体は超小型の UFO であると判断しました。再現速度を遅くしてみると、中には回転しているように見えるものもあったからです。またこの物体はコップや電子辞書をすり抜けて飛んでいるのがわかります。これらはまさに UFO ですよね。広し林、浜松シティ、ジャパン。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。そこに物がある、そこに物が見える、そこに音が聞こえる、そこに形があり、手で
触れることができる。ぬくもりや冷たさを感じることもできる。さらに言えば、そこにあなたがいて、彼がいて、彼女がいる。そしてここに私がいる。その私は周りの人たちと心がつながっている。その心の中で私たちは生きている。確かに生きているが、それは本当に現実の世界なのか、それが現実なのか。生きているということは本当に現実なのか。億年の、そのまた億年の昔の間、私は無だった。あなたも彼も、そして彼女も、皆無だった。その無の私が光を受け、分子で組み立てられ、今ここにいる、生きている。悩み、苦しみ、もがき、笑い、楽しみ、喜びながら生きている。その私は現実なのか。そしてその私や彼や彼女は、やがて近い未来、再び無の世界へと戻っていく。光は消え、分子はバラバラになる。同時にこの世界、この宇宙、すべてが消える。消えてそこにあるのは永遠の無。億年の、そのまた億年の闇の淵となると、現実とは一体何なのか。現実の中の非現実、今皆さんが見ているのは現実の中の非現実。ありえない白い光球体が縦横無尽に飛び回っている。飛び回るだけではなく、モニター画面から飛び出し、電子辞書を横切る。音もなく、時には鋭い光を放ち、時にはぼんやりとしたもやに包まれ、そこに飛んでいる。これは現実なのか、それとも非現実なのか。現実世界における非現実なのか、それとも非現実世界における現実なのか。私たちの住む世界が現実世界であるとするなら、これらの物体はまさに非現実が、その非現実世界から見ると、この私たちの世界が非現実。光と分子の世界に生きている私たちの世界こそが非現実。あるいは私たちは、私たちの世界こそが現実と、そう錯覚しているだけなのか。もともと無の世界を現実と錯覚しているだけなのか。あるいは反対に、ひょっとしたら無の世界こそが実は現実なのか。だとするなら、一体この現実世界とは何なのか。今私たちが住んでいるこの世界は本当に現実なのか、現実と言い切ってよいのか。あるいはこの現実世界だけを見て、これが現実と言い切ってよいのか。あるいはこうした現実世界における非現実現象は、ただ単なるテクノロジーによるものなのか。光と分子をあざ笑うかのように、光を無視し、分子を無視し飛び回る。私の書斎の中を飛び回った光球体は、人間よりはるかに進化した生命体の乗り物なのか。
それともそれ自体が生命体なのか、さらには未知なる世界からの来訪者なのか、そしてここに知るテクノロジーは1万年、10万年のはるか遠い未来、人間も手にすることができるテクノロジーなのか。つまり人間もいつか現実世界の中でこうした非現実世界を手にすることができるのか。が、こうした非現実もやがて現実世界の中で消えていく。こうした非現実を見て最初は驚いた人もやがてそれには驚かなくなる。非現実を現実世界の中に押し込めることによって納得し、安心し、そして忘れる。ただの超常現象だと。現実世界で非現実を認めることはそれ自体重苦しい。理解できないものを心に留めておくことはそれ自体が苦しい。だから人は現実世界における非現実を自ら遠ざける。私もそうだし、あなたもそうだ、彼もそうだし、彼女もそうだ。現実と非現実、非現実と現実、私たちはその現実と非現実の世界で生きているが、その境界は決して明確なものではない。時として私たちは何が現実で何が非現実なのか分からなくなる時がある。というのも、この現実世界にしても光と分子が織りなす世界、その光には実体はなく、また分子にも実体はないが、そういう非現実の世界で私たちはそれを現実として生きている。私は私の動画の中に映り込んだ非現実的な高級体を見ながらそんなことを考えた。現実とは何か、非現実とは何か、こちら側にいる私が現実なのか、それとも向こう側にいるその人が現実なのかと、あるいはこちら側にいる私たちこそが非現実なのかと、つまり私たちが現実と思っている世界は本当に本当に現実なのかと。